パリコレジのバキバキ腹筋ヘソピ画像も沸騰ラウール、スノーマンはどう考えてもやめない、メグロレントのパリの誓いの童貞。スノーマンのラウール21が21歳の誕生日を迎えた6月27日、インスタグラムのライブ配信を行い、フランスパリのモデル事務所、バナナスモデルズに所属したことを報告した。 1> 約1ヶ月にわたってパリに滞在していると近況を報告したラウールはパリでのモデル活動のために現地の事務所に所属していることを明かしたラウールはちょっと特殊なパターンなんですけど今はスタートエンターテイメントのアイドルとして活動してパリのモデル事務所とも契約していますその経緯を話しますと報告俺的にはモデルの仕事が楽しくて プロフェッショナルでいられる感覚があって、と話し、パリコレ出演を目標に定めてモデル事務所のオーディションに臨んだものの、20から30社とか落ちまくって、と告白。しかし、今の事務所が OK で、そこだけ通って、事務所に入るのがマジで難しかった、と所属契約を掴み取ったと明かした。スノーマンとしての活動については、やめるの っていうコメントを見ちゃったんですけど、どう考えてもやめないですね。パリコレ行くぞというのは、アイドルの中で面白い形を探れないかなと思って、トライしてきた道と説明。ラウールの挑戦をメンバーも応援しているといい、メンバーも理解があって、やっちゃいなよって、嬉しかったと笑顔を見せた。ラウールは2022年6月に都内で行われた、幼児山本プールオム。 のショーに出演した模様がパリで配信され、2023年にはパリコレで同ブランドのランウェイを歩いたことも話題を呼んだ。ラウールのインスタライブを受け。ラウール、ちゃんとやめないってこと言ってくれるのありがたいね。やっぱりラウールは天使なんだな。パリの事務所に所属したからといって、アイドルはやめないって断言してくれたの嬉しかったな。この先何があるかまだわからないけど、ラウールを、 スノーマンを信じてついていっていいんだって思えた。といったコメントが X、旧ツイッターには寄せられている。スタート社と契約しながらパリのモデル事務所とも契約するという特殊な形となりましたが、スノーマンメンバーも大歓迎している。今後のラウールさんの活躍から目が離せませんね。つい最近もパリで開催されたショーでランウェイモデルを務める姿が話題を呼びました。 女性誌編集者、ラウールは6月23日までに自身のインスタを更新し、6月21日現地時間開催のメゾン三原康ロ、マイソン三原康ロ、2025年春香コレクションに出演時の写真を投稿。オーバーサイズのデニムセットアップにバスト丈の襟付きセーター、メガネをかけたコーディネートを披露。引き締まったウエストにはシルバーのピアスも確認でき、 腹筋ほんときれい嬉しくて何回も泣いちゃう素敵な景色をありがとう。へそぴ焼けた。ねえねえねえこれってへそぴ。腹筋。へそぴしてる。いいな。へそぴしたい。モデル事務所に所属したのかなおめでとう。といった声が上がった。ついにパリのモデル事務所とも契約し。 モデルとして本格指導した格好のラウールさんですが、昨年1月にメグロレンさん、27と誓った夢が一つ叶ったとも言えそうです。前室の女性誌編集者。2023年1月にパリコレのランウェイデビューを果たしたラウール。その勇士をメグロも現地で見守っていたことが話題を呼んだ。ラウールはパリ滞在中にインスタライブを行い、昔からずっとめめ、 メグロの愛称は俳優業を頑張りたい。俺はモデルを頑張りたいって言っていてようやく二人ともそれぞれ開花し始めて、お互いこれから同じグループだから同じ活動はしていくけど、個人活動においてはそれぞれの道をしっかり積み上げていこうね、という話をしました。と熱く語っていた。ラウールさんはモデル事務所と契約。一方のメグロさんも俳優業で、 2022年10月クールのドラマ、サイレントが社会現象を巻き起こし、そのサイレント、チームが最終結した7月期の月級ドラマ、海の始まり、共にフジテレビ系で主演を務めることに。海の始まりは7月1日スタートですが、ドラマの公式 X にアップされた先行ダイジェスト映像を見て合流する人が続出。 いざドラマがスタートしたら大きな話題になることは必死でしょう。ただ、ラウールさんとメグロさんのパリの誓いはまだゴールにたどり着いたわけではないはず。ラウールさんはモデル事務所と契約したばかり、メグロさんもブランド力を失ってきている月給で結果を出さなければいけない。それでも両者の活動の話題性はやはりとんでもない。ラウールさんはモデルとして メグロさんは俳優としてますますビッグになっていくのではないでしょうか。ゼド。二人が個人活動で輝くことで、スノーマンはよりビッグになっていくのだろう。ランウェイを歩くラウールの姿に、腹筋ほんと綺れ嬉しくて何回も泣いちゃう素敵な景色をありがとう。ねえねえねえこれってへそピ。腹筋。へそピしてる。いいな。へそピしたい。 モデル事務所に所属したのかなおめでとうと言った声が上がった